このボリューム顔ぐらいあるかな。スチュワート in ディズニーワールド。ハロー、スチュワートです。フロリダのディズニーワールドやディズニークルーズに関するコンテンツを配信しています。ただいまディズニースプリングスに来ています。今日は5月の29日金曜日です。お昼ですね、3時ぐらいかなに来ています。なんとディズニースプリングスは20日からオープンして、その後ディズニーが経営するお店3つが27日2日前にオープンしたばかりなので、もうねワクワクです。じゃあ行ってきます。33度くらいまでは余裕で気温が高くなるオーランドでしたが、ディズニースプリングスでは2歳以上のゲストさん、キャストさん、警備員の方々、皆さんマスクの着用が必須。あまりに暑いので無理をせず休み休み行動をしていました。今回の旅でディズニースプリングスでゲットしたお土産の動画、それからギラデリのサンデー、大人気のアールオブサンドイッチをご紹介している動画もあります。ぜひチェックしてね。さて今回の動画では、あーアメリカだなと実感すること間違いなしのディラックスバーガーというグルメハンバーガー屋さんに行ってまいりましたので、皆さんとシェアしたいと思います。最後まで見てね。食いしん坊スッチワードのダイニング日記22 D ラックスバーガー編始まるよ。はい、今日は5月の29日 D ラックスバーガーにやってまいりました。モバイルオーダーでの注文だけになってますので、今からそれをやっていきたいと思います。シャリー。モバイルオーダーだけと聞いていたので、早速スマートフォンでオーダー。モバイルオーダーをしている短い動画も今後作る予定ですので、どうぞお楽しみに。モバイルオーダーを済ませ、しばらくしてできましたと通知が。さあ行くぞ。早速店内に。わあ涼しい、アメリカンなおしゃれな店内。おやおや、普段は大人気店なのにこの時はガランとしていました。人との距離が取れるようになっていますね。透明のライトはレモネードなどを入れられるメイソンジャーでできているんですよ。暖炉もいい感じです。店内イートインが可能とのこと。冷房の効いた店内で食べられるなんて嬉しい。そうそう、モバイルオーダーのみの受付だと思っていましたが、店内オーダーも可能でした。行ってから分かりました。はい、モバイルオーダーでオーダーしたのがこちらに入ってます。お店に入れないかと思ったんですけど、お店には入れます。モバイルオーダーでオーダーをして中で食べることができるようになっています。じゃあちょっと開けてみましょう。どうしよう、これやっぱ来ちゃおうかな。わー、おいしそう。おー、ポテトがね、こんなにたくさん。これでレギュラーって信じられますか？ほら、これとこちらのバーガーが、見てください、このボリューム、顔ぐらいあるかな。すごい、お肉もたっぷり。じゃあ、いただきます。はーい、こちらは、こちらはエルディアブロバーガーと言います。ちょっとね、スパイシーなハラペーノとかそういうのが入っているそうです。うわー、すごい美味しそう。見て、じゃあこれで半分に切りたいと思います。上手にできるかな。うわー、見て、ボリューミー。じゃあちょっとこいって。うわー、できるかな。落ちる。あー、見てー、すごいボリューム。チョリソー、シグネチャーブレンドビーフパティ、フライドバナナペッパー、ペッパージャック、レタス、
トマト、グリルしたオニオン、チポトレマヨネーズのソースでいただきます。いただきます。ガブッといっちゃおうかな。あ、その前にポテト。焼き加減はミディアム。リクエストすれば他の焼き加減にもしてくれますが、通常お肉の内側がピンクなミディアムの焼き加減で出してくれます。お肉に自信があるからできるんでしょうね。なるほど。ポテトはお店でカットしてるんですって。冷凍ではないんですね。コロナウイルスのためいつもはセルフで使用できるディッピングソースバーはお休みでした。しょぼんぼん。今回はオーダーしませんでしたが、ここのシェイクは評判なんです。ダイニングプランチャレンジの動画でも取り上げていますが、前回はひんやり甘い甘い美味しいシェイクをいただきました。気になる方はチェックしてみてね。美味しかった、ごちそうさま。はい、先ほどディラックスバーガーを半分だけいただきました。もうね、この後実はピッツァ屋さんに行こうと思って、その分だけの胃袋を開けておこうと思って、ハンバーガーは半分にしました。ポテトも半分ぐらいにしたよ。とっても美味しかったです。なんと中に入れたのは嬉しかったです。あとモバイルオーダーだけだと思っていたらレジのオーダーもやっていました。その代わりすごく少ない人数で、やっていたようなので、できるだけモバイルオーダーの方がいいと思います。ザ・アメリカという感じのディラックスバーガーでしたが、お楽しみいただけたでしょうか。皆さんもぜひトライしてみてくださいね。でピッツァ屋さんですが、こちらのグレーズピッツァ、あなた好みのピッツァを作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。ディズニースプリングスでどんなお店に行ったのか、どんな過ごし方をしたのかといった様子は、今回のように短めの動画をどんどん出してお届けしようと思っていますので、ご覧くださると嬉しいです。皆様お体に気をつけてお過ごしくださいね。グッド、チャンネル登録お願いします。スキーワードです。こんな格好で来てますよ。なんだか悪い人になった気分だな。こちらディズニースプリングスの様子を今から映します。じゃん、こんな感じ、こんな感じ。スキーワードでした。